さて、きよちゃんでございます。今回はダンジョンマスターの、単独プレイをやっていきたいと思っております。ですね、ダンジョンマスターというのはですね、もう1980年代に出来上がりましたですね、パソコンのゲームなんですけれども、まあ、3D ダンジョンをリアルタイムに進んでいくという、まあリアルタイムというと最近のゲームはね、ほぼほぼリアルタイムで 3D 進んでいくんだけど、まあそこよりもね、もうちょっと原始的なんですけど、かなりねリアルタイムな、別にカクカクなんだけど、そこそこ、楽しめるというか、ちゃんとしたゲームになっているというところがねあるんですね。まあいろんなゲームの、まあ、礎になってるじゃないかなと。で、結構ファンも多くて、これもね、Java 版なんですね。ダンジョンマスター Java 版なんですけれども、まあ有志がいろいろ作ってましてね、プレイができるというものでございます。なので、こちらの方ちょっとね、温故知新的な感じでやっていきたいと思います。Java 版なんで、皆さんもね、もしこれやってみたいなと思ったらダウンロードしてみてください。無料でダウンロードできますので、ここね、よくやっちゃうんですけどね、こう半角でいかないと文字が出てくるので気をつけてください。はい。で、このゲーム、キーボードとマウスで操作する感じです。で、まず最初に入ってくるのは、ホール・オブ・チャンピオンズ、英霊のホールというかね、空間でございます。ホールで、勇者たちをこう復活させる感じなんですけれども、これ、この2つありまして、転生と復活ですね。で、どっちがどっちっていう感じなんですけど、まあ、こっちがですね、復活です。で、復活はそのままで復活するんですけど、転生っていうのはレベルが0になっちゃうんですけど、名前が付けられるんですね。まあ、せっかくなんで、ちょっとまあ難しいんですけど、この転生の方でやってみたいと思います。名前はですね、こちら主人公の名前をね、キヨプンにします。はい、キヨプンが、まず最初に現れました。で、次にね、仲間をね、これ4人まで連れていける感じなんですけど、一応4人まで連れていけるので、4人でプレイしてみようかなとも思いますけども、ちょっとね、気になるキャラクターたちがおりますのでね、いかにもちょっとこう蛇っぽい感じのこの子の名前、また全部ね、こちらの転生の方でいきたいと思います。ひしゃーってなってるんですけど、これはやっぱりね、しゃーがいいですね。しゃーっていう感じで、敵と戦ってもらいたい感じですね。で、こいつ、これがね、なんとなくね、こうやっぱりちょっといいじゃないですか。本当はゴスモグって言うんですけど、これ、中二でいきましょう。なんとなくこう、中二病を患っている感じのね、ちょっと黒い、服を着ながら、国威で戦っていくみたいな感じがいいんじゃないでしょうか。誰かね、これさっきのとこだもんな、ちょっと待ってくださいね。こんな剣士がね、いると思うんで。この子強そう、ソーニャって名前ですけど、これね、タカちゃんにしましょう。タカちゃん、シーデビルっていうのがね、ちょっといいかなと思います。で、これ順番なんですけど、これこっちがね、前前衛ですね。で、キヨプンと今シャーが、前衛なんで、これちょっと下げて、タカちゃん、キヨちゃんが前衛で、後ろシャーと中二が後ろで、バックアップするという、そういう感じにしましょうかね。さあ、ダンジョンへ向かいましょう。はい、あ、いかにもなんかこうシャーってやられてる感じでね。で、このゲームなんですけど、序盤弱いんで物を投げます。これで物を投げてぶつけるとダメージを受けるという、強いんだか弱いんだか分かんない敵が、たくさん出てくると思うんで。あと、このゲームなんだかんだでリアルタイムなんですよ。だから、
ちょっとねこれテストプレイやってたんですけど、テストプレイ中に電話がかかってきて、保存しなくてねぼーっとしてたらね、見事敵が出てきて、全滅しました。本当にね怖いゲームなんで、おお待てちゃった。これボタン間違えると、ね、若干ねスタミナ的なのが減っちゃうんですよ。だからねこう操作ミスもね気をつけないといけないっていうのはねあります。床にね落ちてるね食べ物をね拾って食べるっていうのはねちょっとねお行儀以前にお腹壊すんじゃないかって話もあるんですけどね、大丈夫なのかなこれ。はい、でじゃあ全部取りましたんで大丈夫ね。こういったところにもねちょっと仕掛けがあったりすることもあるっぽいの でちなみにここなんですけど祭壇で、死んじゃうとね骨になっちゃうんですけど、骨になったらここに持ってくると復活するっていう謎システムでございます。あ、ちなみにこれ松明です。松明はほらちょっと暗いんですけど、おこうつけるとねほらちょっとまた明るくなるっていう、うむ、ようやく敵が、ようやくというか敵が出てきましたね。でこれはこう開けると敵が来るんで、これ今ボーンと音がしたのもうお分かりだと思うんですけど、この扉でやっつけることも可能です。さらにつって、アタックすることもできる感じです。でこのゲームなんですけど、これねなんかよいしょ、剣をねこうシュワッシュワッと触れるんですね。でパンチ、まあ時の声とかね、イヤーとか言うと、これまたこう戦闘の経験値が上がってて戦士としてのレベルとかが上がるらしいんですね。でこれでどんどん強くしていくという、まあ結構経験値もねこう頑張って稼いで上げていくという、そんなゲームです。ロールプレイングなんでね、ただまあ放送の際にそれをやるとどうかなっていうところもあるんで、経験値上げはねちょっと放送してない時に剣シパシパ振ろうかなっていう感じもあります。で、できれば公営の人たちには、投げるものをね用意して、ちょっとこうこれ今このシャーですけど、シャーは、これですね、スラッシュスローっていうのがあって、このスローで投げると経験値がこれデクスタリティが上がるらしいんですね。なのでさあいざ行ってみましょう。いかにもですね、いかにもな、いかにもの鍵。さてと、これも20年ぐらい前のゲームなんで、こうよいしょ、よいしょ、ごっくんちょ、あもうないのか、3人分なんですね。でこれを補充しといて、はい、で、また鍵が必要だと。で2つ見えるんでね、これ多分2つの鍵を探してくる感じでしょうね。まあ実はこのゲームなんですけど、まあ以前に、20年ぐらい前なんですけど、この面ぐらいまでやってたんだと思うんですよね。パソコンで PC98 か何かでやってたんで、いっ、おなんか入りましたね。前衛のこの2人はねやっぱりねちょっと防御力上げておきたいんで、防御力をちょっと上げていく感じにしましょうか。よっこいしょ。さあもうなんか今ね鍵2つ
入ってるので、この奥に多分ね強力なやつが現れるはずです。あ、いなかった。じゃあまあトーチもらいつつ、まあ一応服はどうなんだろうな。服はね、このシャアはかなり体力があるから前衛でもいいっちゃいいのか。うん、なるほどね。なんかもうちょっと考えてやればよかった。ちょっと中二病に服着せよう。よいしょ。あ、でもなんかやっぱりあれだな、シャアはどっちかって言ったらこのこっちがいいな。なんとなくねイメージでコンボを持ってそうなイメージがある。おそらく、あ、大丈夫でしょ、これで。よいしょ、よし、一回やってみよう。投げると補充されるんじゃないかな。来てスローで、ほらね、スロー、あ、まだちょっと時間かかるんだ。スローね、これで、多分ねどんどんデクスタリティが上がっていくと思うんで、これまたね呪文もね唱えられる感じなので、これやっぱり大きい武器はね、そう、こっちに装備できないね。はい。よいしょ。最悪、リンゴを投げても勝てるんで、リンゴを投げるときは、エイヤっていう、このこっちのコマンドじゃなくて、手で投げるしかないんだけど、こっちじゃなかったような気がする。ね。はい、なんかこの奥から、とてつもなくモンスターの足音が聞こえてくる。でもな、こいつもコンボは似合ってるけど、コンボじゃなくて、よいしょ。さてさて、さあ、まあね、ちょっと転生をしたので、ちょっと弱っちい感じはあると思うんだけど、サンダルとどっちが強いんだろう。重い方が強いのかな。ちょっと交換しましょうかね。でこのサンダルをちょっと中二病に吐かせて、来た。よし、鍵を手に入れた。で、さらにこっちはどうかしら。服。お、下がって。うん。よし。この子もね、裸だったんで。よし。じゃあちょっと行ってみるかな。よし。さっきのね、入り口にきっとこのね、なんか嫌な音。嫌な音はね、なんかちょっと痛いような気がした、ね、気のせいか。さあ、ここじゃない、怖いな。スロー、そしてスイングスラッシュ。よし、オッケーオッケーオッケー。当然のことながらね、この倒した敵は食べ物になる時もあるんでね、本当に食べて大丈夫なのかっていう、そういうこともありますけど、よいしょ、装備をしておけばなんということはない。忘れ物ない。
投げるとね、どうしてもね、忘れてるような感じがするんだよね。大丈夫かな、大丈夫かな。よいしょ。やべ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 。ちょっとね、この横を向くことでね、若干先が見えたりするんでね。いるときあるからね。お、来た。来ちゃったよ、来ちゃったよ。ちょっと待つかな。ここでちょっと待ち伏せしとくか。とりあえず取っとこうか。ちょっと待って、逆行っちゃった。後ろいないね。よし、来た。よし、来た。よっしゃ、すぐ補充だ。絶対たくさんいる。これはたくさんいるぞ。回収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 。よし、回収完了。あれ、どこいんだ。あ、そうか、この奥にいるってことか。この奥にいるんだな。この奥にたくさんいるんだな。とりあえず寝とこうか。ちょっとスタミナを回復させといた方がいいからね。よし、 OK。よし、来い。あれ、いないの？本当にいないの？いない？大丈夫？本当にいない？あれ、でもさっきこっちから来ていなかったからいないんだな。オッケー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 。ちょっとビビってんな。あら、なんかよくわかんないけど、なんかよくわかんないけど来れたな。なんか来た。あ、たくさん来ているんじゃないのこれ。あ、やばい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 。ちょっと、あ、違う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 。あ、やべ、何？よし。あ、やべ、ヒットアンダーウェイ、ヒットアンダーウェイだ。とりゃ、とりゃ、やべ、ちょっとかなりダメージ受けたな。よし、いい感じだ。やばい。よいしょ。よいしょ。よいしょ、いけ。よいしょ、いけ。お、やばいやばい。よし、来た。よし、来たよし、来た。ちょっと待ってね、ちょっと怖いね。なんかこの足音がね、非常にね、ちょっとなんかをこう焦らせるんだよね。よいしょ。お、来た来た。とりあえず装備しとこう。でも、こいつ倒せば食料になるんで、これはね、なかなか美味しいっちゃ美味しいんでね。あれ、本当に嫌だな、この足音が。
ちょっとさっきのとこまで戻って休むかな。ちょっとここで一回ちょっとかなりね戦闘辛い感じの戦闘が続いたんでね。はーい、はい、あ、タカちゃんだと思ったらターちゃんだったな。まあいいや、大丈夫です。ターちゃんでもタカちゃんでも、これはタイミングを合わせて踏まないと。よし、この状態から2匹はちょっとどうなのよ。あ、え、何、どういうこと、奥、あ、もう3匹ぐらいいる。ちょっとやべえなこれな。いや、これはやばいだろさすがに。よいしょ、ギュッと、おお、やばい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 、こうにょろ、お、恐れをなして逃げていったな。ちょっと待ってちょっと待って、あ、よっしゃこにょろ、よっしゃなんということはない、大丈夫だ。もうね、ちょっと経験が上がったんでね、このスクリーマーっていう敵はもう余裕ですね。うん、よっこしょ、お、いい、あったあった、鍵発見、よいしょ、他アイテム回収できるとこないかな。お肉がたくさん起こってる。ちょっとこう若干果物チックな感じのね、お肉な、ちょっと腹減ったから食べてみるかな。およいしょ、ちょっとご褒美、ね、よし、よいしょ、お、なんか怪しげなプレートがありますぞ。でっかい石だな。あ、でっかい石はダメなのか。あ、なるほど、これを置けと。よし、あ、これはやばい、お、よかった、やっつけたみたい。ステップインサイドテイクアライド、多分なんかこれで飛ばされる的な感じなんだな。飛んじゃっていいのかな。いいのかな、いいのかな、まだ調べてないとこないかな。ちょっとなんか飛んじゃっちゃよくない気もしないでもない。ちょっともうちょっと探してみよう。おお、
はい、ということで、まあ、ちょうどいいぐらいの時間かなと思いますんで、今回はこの辺で、続きは、まあ、次回頑張ってみたいと思います。じゃあちょっとね、この鍵を開けたあたりみたいな感じでね、進めていきたいと思います。以上、またよろしくお願いします。また次回まで、さようなら、ごきげんよう。